くださいね。
なん、よし、あんまり待たせるわけにはいかないし、修復に必要に。あ、思いついた。次の予定は、お前たち。ん？新しいレシピに挑戦挑戦。何作ろう？どれ作ろう？直売で一つ。さて、どれを使おうかな。これでよし。油断しないで。この辺にこれを。油断しないで。樹氷に抱かれた白の森。この森にそびえるのは、すべてが凍りついた巨大な宮殿。床も壁も時さえも、あらゆるものは白氷に包まれ、ただそこにあるだけ。この宮殿には一人の少女が暮らしています。ですが、少女の心もまた氷に閉ざされているのでした。それもそのはず、すべてを凍てつかせたのは他でもない少女自身の願いなのですから。小さな少女が生み出した凍てし時の宮殿、宮殿の氷が溶ける日は訪れるのでしょうか。時の宮殿、一番最初の不思議な絵。凍てしって、その必要はないわ。みたいに話せる子がいてよかった。あなたたちは、い、ここは私の宮殿。邪魔者は。精一杯頑張ります。下がっている。おやー！
キウス。私の魔物たちが負けるなんて。私はスーで、こっちはリリー。私たち錬金術師なんだ。
これが錬金術だ。
それで平気？
残そうかな。これでなかなか上手にできました。なかなか珍しいね。取っておくことをおすすめするよ。アルトさんって時々おじいさんみたいですね。どこがだ。行ってみろ、リディ。
食らえ。援護するぜ。今週の週刊フラムも最メモメモ、何を見たか書いとかなくちゃ。
喰らえ。こっちでどうだ。Thank you.